いやー、大人の男にはベーシックな服が似合うのはよく分かった。まあいろいろと動画見ながら買い揃えて、そろそろステップアップしたいんだよな。着るだけでなんとなく今っぽく見える服が欲しいんだけども、誰か教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、着るだけで今年っぽく見える大人の夏服5選というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕もですね、普段動画をですね週4本のペースで皆さんにお届けしてるんですね。そうなると結構ベーシックなお洋服はすでに持ってるという方も少なくないかなと思うんですね。まあ去年とかその前からですね見ていただいている方だと、だいぶアイテムが揃ってきてるかなと思うので、着るだけでちょっと今年っぽく見えるような、ややトレンド感を抑えたようなお洋服をですね、皆さんに具体的にですね5点ご紹介をしてみたいなと思っています。まあトレンドといっても結構幅が広くてですね、最先端のバキバキのトレンドみたいなものもあるんですが、そういったものってちょっとエッジが立ちすぎてしまって、なかなか大人世代には似合いづらいんですね。まあそういったものが徐々にですね一般化していく流れの中で、僕たち大人世代にもようやくフィットする段階っていうのがあるかなと思うんですね。ですので今回ご紹介するアイテムというのは、どれもですねトレンド感漂うんですが、今年急に現れたトレンドというわけではなくて、ここ数年ですね少しずつ認知度が高まってきたりだとか、人気が出てきたようなアイテムが中心になってくるかなと思うので、今すぐ取り入れても奇抜なことはないと思いますし、意外とですね僕が普段ご紹介するアイテムとの親和性も高いかなと思うので、まあぜひそのあたりは安心してですねステップアップをしていただければなと思っています。まあファッションっていうのはですね緩やかに変化するものですし、同じ着こなしをずっとしてるとマンネリ化するものなので、たまにはですね今回ご紹介するようなものをですね交えながら、改めて皆さんにですねファッションを楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね、今年の夏着るだけでなんとなく今っぽく見えるですね夏服を皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目はこちらですね。グリーンレーベルのですねハイツイストアクリルコットンメッシュニットポロシャツですね。まあこのようなちょっとこうですねベーシックなポロシャツではあるんですが、透け感があるようなアイテムですね。これが今年は結構増えてるなという印象です。これもですね今年いきなり現れたトレンドというよりは、数年前から徐々にという感じではあるんですが、割と若い世代でこういったものを使われる方が多かったんですが、まあ、僕たち大人世代のですねお洋服の中にもちょこちょこと増えてきたので、この流れは今年だけではなくて、まあ、来年以降もちょっと続くのかなという気配をですね僕自身も感じています。ただメッシュ系のものとか、あとはシアー感があるという呼び方もするんですが、そういったアイテムって折り柄が強く入っているものもあったりするんですね。で失敗するとすごくですねやんちゃな雰囲気が出てしまったりだとか、ちょっと無理してる感が出てしまうので、まずはこの辺りから入ってみるのもいいんじゃないのかなと思います。まあ、先日ですねプレスルームにお邪魔した時にこちら実は着させていただいたんですね。過去の動画見ていただければ着てる状態もですね見ていただけるかなと思うんですが、まあ、ベーシックなデザインに対してちょっとですねメッシュになっていますので、透け感はあるんですけども、まあ、柄というのは強く出てないので、割とこの辺りだったら使いやすいかなと思うんですね。色は3色展開なんですけども、まずはですねシンプルなブラックから合わせてみるのがいいかなと思います。まあ、白 T を着てその上に重ねるだとか、まあ、そういった形が王道になってくるんですが、白 T と重ねるとブラックのニットとコントラストで結構ですね白が強く浮き上がってくるので、まあ、それがちょっと苦手だなという方はダークグレーだとかブラックだとかちょっと濃いめの T シャツを内側に着ると割と馴染みがいいんですね。まあ、そういった形で調整すれば割とですねトライしやすいんじゃないのかなと思っています。今回はポロシャツをご紹介しましたが、半袖のシャツだとかそのあたりのアイテムもですねいろんなブランドでやっているので、まあ、もしですね試着する機会があったら、ぜひ皆さんもですねまずはトライしていただきたいなと思うんですね。まあ、GU なんかでもやっていますので、まあ、そういったものを取り入れてみるのもいいかもしれません。このような透け感のあるようなものは若い世代の男性だとか、あとはですねウィメンズの方でも結構多かったりするので、まあ、そういった流れというのは今後ですねもう少し一般化するかなと思うので、まあ、ぜひですねトレンド感取り入れたい男性はですねこういったものを今年からちょっと触れてみてですねファッションの幅を広げていただければなと思っています。はい、続いて2点目なんですが、ブルーという色味を使ったアイテムなんですね。まあ毎年トレンドカラーみたいなものが一応存在するんですが、その中でも結構ですね今年はブルーが旬だと言われているんですね。ちょっと具体的にアイテムをご紹介したいなと思うんですが、例えばビューティー&ユースのシルキータッチキャンプカラーフォルムシャツですね。こちらのライトブルーがまさに今年らしいカラーで、取り入れるだけで旬な雰囲気が漂いやすいかなと思います。まあブルーというと僕ら大人世代はネイビーだとか濃いめのものを
連想することが多いかなと思います。まあ、そういった色はベーシックで使いやすいんですが、まあ、ここで言うブルーというのはもうちょっと明るさのあるものなんですね。まあ、今回ご紹介しているのはライトブルーということで、ブルーの中でも結構明るめの水色っぽい感じの色合いになってるんですね。まあ、こういったものもいいと思いますし、ライトブルーとネイビーの間ぐらいのですね、ミディアムブルーという言葉はないんですが、まあ、中間的なブルーみたいなものもですね、結構いろんなブランドでやってるので、そういった色でもいいかなと思います。まあ、男性にとっては馴染み深い色なので、こういったものを足してあげるだけで今年っぽくなるのであれば、トライをしてみる価値は十分にあるんじゃないのかなと思っています。で、今回ご紹介したのは半袖のですね、キャンプカラーのシャツということで、ちょっと襟型に特徴があるんですが、通常のレギュラーカラーシャツよりもちょっと襟幅が大きくてですね、第一ボタンも締められるんですが、ちょっとこうオープンカラー的な着方をすることもできるので、この襟型なかなか便利なんですね。まあ、こういった鮮やかな色を着てもらうと、夏らしくなおかつ清涼感漂うような雰囲気も簡単に作れるので、これはぜひトライしてみるのもいいんじゃないのかなと思います。まあ、コーディネートは簡単で、白 T シャツとか、あとはボーダーの T シャツの上にこちらのブルーのですねシャツを着ていただいて、ボトムスはブラックで引き締めるだとか、あとはこちらの写真のようにショートパンツを合わせてもらうのもバランスがいいかなと思います。結構1枚持ってるだけで様々な着こなしが想定できますし、すごく爽やかに見える色なので、まあ、男性だけじゃなくて女性からの評価も高いカラーかなと思うので、まあ、ぜひ大人の男性はですね、こういった色も着こなしの中に取り入れていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、もう僕の動画の中では今年結構皆さんにご紹介してきたんですが、シャカシャカ系 T シャツですね。通称シャカ T と僕は呼んでいるんですが、まあ、ちょっとそのジャンルのものを手元にあったので今回持ってきました。まあ、通常の夏に着られるようなコットン地の T シャツではなくて、まあ、ナイロンだとか、もしくはポリエステルでできているようなシャカシャカした素材感のですね T シャツですね。このあたりはまさに今年旬な1枚かなと思いますし、まあ、ぜひ皆さんもですねトライをしていただきたいなと思うんですですね。まあ、これもですね、今年いきなり出てきたわけではなくて、僕のチャンネルでもですね3年ぐらい前から取り扱ってるんですが、年々その範囲が広がってきていまして、今年はかなり広がってるなという印象があります。まあ、通常のコットンの T シャツに比べるとちょっとスポーティーな雰囲気があって、 T シャツなんだけどもちょっとアウターライクな見え方するので、大人の男性が着た時にもう様になりやすいんですね。で、まあ、いくつかポイントがあるんですけども、ちょっとアウターっぽく見えるところのポイントとしては、そうですね、こういったですねドローコードがついていて、しっかりと絞ることができるんですね。そうすることで裾がギュッとすぼまって、少し丸みのあるシルエットが簡単に作ることができるので、これは使い勝手がすごくいいんじゃないのかなと思います。まあ、今回具体的に出したいのはですね、アーバンリサーチドアーズの URD リップストップナイロン T シャツですね。まあ、これがですねすごくスポーティーな雰囲気で使いやすいんじゃないのかなと思います。まあ、カラー展開結構豊富なんですが、個人的にはブラックとかも持ってるんですね。まあ、ただちょっと夏っぽさを出したいのであれば、あえてですね真っ黒ではなくてトープですね、ちょっとベージュとブラウン混ぜたような色ですね。こういった色で少し変化球をつけてあげるのもいいかなと思います。こちらの写真ではトープのですね、こちらのシャカシャカ T シャツの下に白 T 着て、そしてブラック系のパンツでまとめていますが、上下でちゃんと色をですね分けてあげるとすごくハマりがいいんじゃないのかなと思います。または個人的にはチャコールグレーですね。このあたりも真っ黒ではないので重たい色ではあるんですけども、やや軽快な感じも出ますし、都会的なダークグレーのシャープさというのもなかなかかっこいいので、ショートパンツで合わせてもらうのもバランスがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、通常の T シャツだけだとどうしてもマンネリ化してくるので、こういったちょっとスポーティーな素材感のですねシャカ T を1枚加えてあげるだけでだいぶ雰囲気変わるかなと思いますし、アウトドアから街着まで様々なシーンで使えますし、割と機能的な素材使いになっているので、ケアもしやすいというところも含めて、こういったものを1枚持っておくのもですね皆さんいいんじゃないのかなと思っています。はい、続いて4点目はですね、ボトムスに行ってみたいなと思います。夏のボトムスの主役といえばやっぱり短パン、ショートパンツは外せないところかなと思います。ただ大人世代誰にでも似合うというわけではないので、このあたりはですね、まあ、トライできる方はですねぜひ取り入れていただきたいなと思うんですが、まあ、ショートパンツというとグラミシとか結構有名かなと思うんですが、まあ、基本的には裾幅そんなに太くなくて、丈の長さもですね膝よりもちょっと短いものが多かったんですが、今年のショートパンツは割とですね、この裾幅ですね、この幅が太めになっていまして、丈もですねやや長めになっている印象があるかなと思っています。この流れも今年から始まったものではなくて、まあ、数年前からじわりじわりという感じだったんですが、今年はさらにその雰囲気が加速しているかなと思います。例えばユニクロの今季のパラシュートカーゴパンツですね、これが大名作だなと思うんですね。まさに旬な雰囲気をしっかりと落とし込んだ一本だなと思っていまして、素材にはナイロンタスランを使って
っていまして、少しシワ感があるような雰囲気もなかなかバランスがいいなと思います。で、裾幅が結構太めなんですね。ここが太いとかなりカジュアルな印象になるんですが、一方でタイトなショートパンツを履くよりもこの裾幅が大きい方が割とですね、足の方が細く見えたりするっていう効果があるので、かえってスタイルがよく見えることもあるんですね。なのでピタピタのショートパンツを履くのではなくて、少しゆとり感を持たせるというのが、まあ、今年の一つのテーマになってくるかなと思います。で、丈もですね、ちょっと長めといっても、まあ、これまでの通常のショートパンツよりも 1,2 センチ長いぐらいかなという感じですかね。あくまで膝の中心よりは短いぐらいのバランスなので、そこまで大きくは変わらないんですが、ショートパンツの1センチとか2センチの差っていうのは結構見え方にも直結するので、まあ、そのあたり調整するのがいいかなと思います。で、デザイン的な部分なんですけど、これパラシュートカーゴということで、サイドに大きめのポケットがついてるんですね。このあたりも旬なディティールだなと思います。今季はボトムスで言うとカーゴパンツですね、まあ、このあたりも相変わらず旬なアイテムになっていますので、ちょっと大きめのポケットがついてるというところもすごくトレンドを抑えたようなバランスになってるかなと思います。なのでショートパンツを買うのであれば、断然ですねユニクロ U のパラシュートカーゴパンツがおすすめなんですね。まあ、もちろんロング丈のカーゴパンツだとか、そのあたりも旬なアイテムなので、そのあたりは短パンちょっと苦手だなという方はロングバージョンにしてもいいのかなと思っています。先ほどご紹介したシャカシャカ T シャツだとか、そのあたりともものすごく相性がいいかなと思いますし、あとはですねライトブルーのシャツと合わせて綺麗めとカジュアルをうまくミックスしながらのバランスというのもなかなか雰囲気がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですねチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、足元を行ってみたいなと思います。夏のシューズといえばやっぱりですねサンダル、これは欠かせないアイテムかなと思うんですね。僕もいろんなサンダルを持っているんですが、例えば数年前からですね結構トレンドになっていて、まあ多くの方が履いているのがキーンのユニークというシリーズですね。これに関してはですね、まあ、この紐状になったデザインなんかにはエッジが効いてるんですが、割とフォルムで言うとシャープでそこまで厚みもないので、履いてみると意外とそこまで目立たないなと思うのがキーンの良さではあるかなと思うんですね。一方で最近ですねちょっと増えてきてるのが、まあ、ボリューム系のスニーカーとかサンダルかなと思うんですね。この流れも今年来てるっていうよりは数年前からじわりじわりと来てるんですが、まあ、サンダルもですねこのようなちょっとボリューミーなものが出てきているんですね。今僕が持ってるのがホカオネオネのホパラ2というモデルなんですが、これはですねキーンに比べるとソールの部分にもしっかりと厚みがあります。でフォルム自体にもちょっと丸みがあるので、割とですね履くとポッテリとしまして、足元にアクセントを作ることができるんですね。特に夏場っていうのは割とこうシンプルな着こなしになりがちなんですね。特に短パン履いた時にちょっと足元が白レザースニーカーみたいな本当にシンプルなものだと退屈な感じがしてしまうので、そういった時にこそちょっとこう癖ありのスニーカーだとかサンダルを使っていただくのもいいかなと思うんですね。もちろんキーのユニークなんかもいいかなと思うんですが、まあ、より今年っぽさを出すのであればボリューム感あるようなこういったホパラだとか他のスニーカーなんかもボリュームあるものがたくさんあるので、そういったもので代用するのもいいかなと思うんですね。まあ足元のスニーカーとかサンダルとかでも旬な雰囲気って結構出しやすかったりするので、まあ、いつも通りのものをですね今年も持ってくるのではなくて、ちょっとボリューム感のあるものをショートパンツで合わせてみるというスタイルもなかなかいいかなと思うので、ぜひ皆さんこのあたりもチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回のところでは着るだけで今年っぽく見える夏服5選というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、どのアイテムに関してもぶっ飛んだトレンド感というわけではなくて、割とですね GU なんかに行くと見れるものも多かったりするんですね。まあ、ユニクロよりも GU の方がやっぱりトレンド感強いものが多かったりするので、まあ、僕たち大人世代が行った時にも鮮度が高いものが置いてあるなという感覚になるかなと思うんですね。まあ、GU で買うのもいいんですが、まあ、せっかく大人世代なのでもうちょっと質感を上げてですねセレクトショップのオリジナルとかを使ってあげるのが個人的にはバランスがいいかなと思うんですね。ちょっと透け感のあるようなポロシャツだとかシャツですね、またはちょっと今年っぽい色というところでブルー系のシャツだとか、このあたりもいいかなと思います。シャカシャカ系 T シャツなんかは結構大人世代着ても全く問題のなくですねハマるようなデザインですし、年齢もそんなに問わないです。でちょっとカーゴっぽいショートパンツに関してはやや人によるかなというところはあるので、トレンド感を楽しみたいという方にはですねぜひ推したいアイテムだなと思いますし、ボリューム感のあるサンダルに関してもホカオネオネあたりであれば意外といろんな世代にもハマりやすいかなと思うので、よかったらこの中でですねトライできそうなものから取り入れていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、ちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですねライブ配信を
行っていますので、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっています。まあ、気になる方はですね、こちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信しています。僕も記事を書いていますし、僕以外の専門家やスタイリストも記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事アップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。